いいペースだよ、いいペースだよ。バーンってやってさ、ピコーンって、俺もレンゴさんだじゃん、はい、善逸です。でも今の傾向からいくと、向かって、こっち側の方にばっかシークレットあるよ。あ、じゃあデグリンこっち側引いてたのね。で、お友達こっち引いてたんだけど、こっち側にね、シークレット、俺が開けた方にシークレット2枚当たってたから、そんなんでね、右側だけなくしてね、お店側困っちゃうね。はい、次行きます。だよ、次です。はい。たまよです。こっちもシークレットね、1枚ぐらいね、そろそろ来てくれないと。来てくれないとね。じゃあ、ばあちゃん、かぶったなぁ。これ、もうかぶれないわ、あと。これで被ったら一箱じゃコンプリートできないっていう段階に来ちゃったんですね。よし、大丈夫です。じゃ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 ーん、はい、同じの。頑張れる。すごい。やっぱ右側のねシークレット率高いってことですね。はい、次は。よすげー。お、炭酸来たしょ。かっこいいわ。はい、胡蝶さんでーす。あら、ってことは初めてだな。こんばんは。なんかもうある程度当たったからな。じゃかちゃん。お、初めてじゃない？いいやつと。いいよ。いいね。じゃーん、うろこ滝さんが3枚目です。ピエンだ、ね。うん、いいしょ。うん。行くぜ！ジャフィーン！雷の時、1の方1.1点6円。感動したな、あれな。感動した、感動したって言えば出ましたよ、これ来た。あ、感動したよね。浜田炭治郎の歌大好きなんだよ。一つ目の箱が終わって20種類か。20種類だね。20種類ってことはあと4種類で終わりじゃない？そうそうそう、ね、炭治郎と善逸、炭治郎と善逸のプレミアが、うんうん、あと2枚埋もれているっていう状況で、これかっこいいな。今ね、まあ、友達これがね、あの当てたいみたいな。これいいね。センスもだって善逸のね、羽織着てるからね。これはぜひともじゃあ自分の力でバーッと。そうね、俺の力でね。じゃん、天元じゃん。俺の気持ちかな。かわいそう。見てねえから。そうだ、紙の部分俺も破きそうになった。紙一重。ちょっと面白くないね。面白くない。見た、見覚えない色が見えたよ。お、あ、違ったわ。いきますよ。じゃじゃじゃん。いや、かぶるね、かぶるね。デグリンの呼吸ね。デグリンの、デグリンの呼吸って何やった。一緒に行くか、せーので。せーので行く。はい、行きます。せーの、じゃん。あ、おっと、仲良しコンビでしょ、これね。うん。俺は嫌われてないでしょ。せっかく一緒のお仕事なんですから。はい、せーの、じゃん。はい。やばい、もうかぶってるもん。はい、行きます。せーの。ああ。いいよ。はい、せーの、じゃん。はい、いきます。せーの、じゃん。当たりました。来たー、来ましたよ、ネスコ。初ネズコ。よかった。ここら辺で当たっとかないとちょっとね、苦しかった。苦しかった。あと3種類だね。そう、よっしゃ。いいよ。あと柱っぽいと、あ、ネズコちょっと可愛かったから。もう、はい、ネズコ。ネズコのシークレットも可愛いけどね。あ、そうだね。行きましょう。はい、せーの、ドン。おっと、ここもかぶったね。これは、あれ、偏ってる。どうする、偏ってるよ、プレミア。ちょっとお店のさ、そういう意地悪やめてあげて、ロッテ。はい、せーの、ジョン。お、お、来たんじゃない、サネミ。サネミでしょ。来た。柱これで、柱これで揃いますよ。来た、はい、揃いました。よっしゃ、あとシークレット2枚。これもうシークレット諦めじゃねえもん。お前ら諦めだね。でもこっちにまだ1個も出てないから。だからさ、1個も出てないから
シークレット入ってない箱があるっていう、そういうちょっと、あの、夢のない形になっちゃうかもしれないから、それは避けたいね。そうだね。よし。せめて1個だよね。まだ俺だ、1個出してないからね。結構根に持ってるよ。頼むよ、6点。上を。はい、せーの、ジョン。いやー、来ないね。かっこいいわ、もう。かっこいいの分かってるから、もう。はい、いきます。せーの、ジョン。あー、かっ。あの、必ず一箱に1個は、ね、そういうこと。間違いないね。これはね。うん。あ、それは良かったよ。これ証明できただけでも、そうだね、ロッテナイスだよ。上から目線。はい、せーの、じゃん。あ、抜いた。全員そっちじゃねえんだよ。はい、行きます。せーの、じゃん。あー。よし、行きますよ。はい、せーの、じゃん。お、お、来た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 、お、これは炭治郎と、お、ヘッドロココだって、お、うん、ってことは、これでリーチじゃない？リーチリーチリーチ。やっとリーチですよ。そう、普通。ラストってことだよね。ラストだよ。意外に、スーパーゼウスと前逸のやつが、なりにくいっていう。あー、そう。ビックリマンの王道でしょ。それは当たりづらくて当然だ。いや、じゃあ雷の呼吸だね。ただ一つのことを極めた人間、かっこいいよね。そういう生き方も。いきます、ね、せーの、はい。ああ、ここで来てもらいます。根津子、根津子。はい、ということです。うん、はい、鬼滅の刃ビックリマンコラボ、シールがすごい綺麗で、本当にね、一つ一つが、うん、ね、かわいい感じになっています。じゃあ以上で、はい、この動画終わります。じゃあご視聴どうもありがとうございました。またでーす。